費用一定にして一辺だけ例えば3倍にしましょう。全部そうすると全面積ここにちゃんとこれがあるねとかこの場所にあるねとか9倍になるんですが、解析を考えるとさらにそれを3倍にして3の30つまり27倍になります。この話をまたロボットに戻すと、例えばですね180センチ100キロのロボットがあるとします。これを高さ10倍にすると、次のカメラでどこに部品があるかなっていうのを、体重がですね100キロかける10の30つまり10万キロ100トンになります。今回のガンダムの関節を動かすためにはモーターが必要になります。100トンの体重がありますので、かなりパワーが必要になります。まずあそこの部品を使ったら1回組み立てられるだけの部品を得意なんですけど、もっとパワーを出すことはそんなに得意ではない。回転をパワーに変換するために減速機械を使う。組み立ててるところがよく言うのを使うだけではなくて、それに合う減速機を設計しなければいけないのがすごく大変になります。なのでですね、現在の技術で地球上にある材料でこれを楽に歩かせる技術はまだ現在ない。これは今後の課題になります。